長い音と短い音の置き方の話をしました。どうでしたか？まあ、それが僕はできるようになってから弾くのがすごい楽になりましたね。使い分けるのに極端にこうチャンって弾いたりとか、長い時は長い気持ちでとかじゃなくて、ただ音を短い時間置くのか長い時間置いてるのか、でそんな風に感じ取れるようになりましたね。だからみんなね、最初にね、こう長い音符とか短い音符に性格をね、ついとか跳ねてるとかね、跳ねたものとか、長い音符はなんか落ち着いたものみたいな風に思っちゃうと余計そっちに傾いてしまうので、それに連動して手の形もなんか変わっちゃったりするんですけど、でそれを手の形とかもあまり変えずに、長い音符と短い音符があるだけだなぐらいに思ってもらって、でそれの使い分けをやると、まあ、自然に音楽としてつながっていきやすいですね。無理なく自分もリラックスして、弾き分けるときにつながっていきやすいですね。こっちにですね、ウォーキングベースの弾き方の表みたいなのを作ったんですけど、前までは 1,2,3,4,5,3 まで、オータムリーブスの最初の4小節ですね、3まで書いてたんですけど、4番目と5番目を作ってみました。で、まあ、弾いていくと、これがまさにこの長い、跳ねないようにこう、ここもどしっと置く感じで、これとその和音を抑える感覚一緒なんですね。ただ1音でやったのか、4つでやったのか。よくバッキングとかってなんかこう跳ねてるようなイメージがあるかもしれないんです、実はすごいソフトに、意外にソフトに、大切にチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。失礼します。